こんにちは、ゆうです。パズドラのおさんです。さあ、今日お誕生日の方おめでとうございます。今日は、メンテ開けましたね。はい、今日無課金サバカ柴犬丸と、無課金闇属性縛りのサブサバカ長老、どっちまで神技流物語コラボガチャ引いていきたいと思います。はい、まずは無料分はね、もう全部回収してきました。はい、無料分はねで、これも早速引いていきたいと思います。はい、昨日のごとく、昨日の動画、ちょっと前に撮った動画だったんですけど、まあ、ご賞味くださりありがとうございます。あと、生放送ご参加くださりありがとうございました。昨日ね、はい、ゲームイズさん、はい、設置しております。はい、超大当たりが、リズゼット、ダイヤ、ディーナ、ガルフというあたりでですね、サイレアで、あとサンドラか、はい、そこら辺を狙ってね、引いていきたいと思います。個人的に欲しいのはね、そのダイヤなんですよ。僕ダイヤを欲しい。ちょっと待って、マジか。ちょっと整理していきます。はい、ボックス開けてきました。マジかい、ごめんなさい。一応意思回収頑張ってたんで、ちょっとダンジョンキャラとか落ちてたんで、はい、すいません。はい、それでは、ちょっとね、ダイヤ狙って、ダイヤをこんな感じは狙っていきたいと思います。はい、最終的に神技流物語ガチャいきます。結構ね、僕ダイヤ好きなんですよね、ほんまに昔から。あ、はいはい、お、これはね、リシーラ持ってなかった。持ってなかった。6ターン何ダメージを軽減はいはい、リレーじゃねえ、もう言えへんの、諦めます。はいはいはい、とりあえず1体目は収穫未処置やったんで OK。 それでは2回目の無料配布ガチャいきます。ダイヤだ。クライブじゃなくて、なんだっけ、ランペイドは現環境では微妙って書いてありますねすいません、僕はそのあんま判断つかないんで、はい、もうこれはもう1000、もうプロのサイトにお任せします、その評価。はい、でも一旦持ってんかったらよかった。それではこれクリア報酬開催記念神技流物語、全部は開催記念ですね。まあまあまあ、それは開催は記念すべきものですけどね。はいはいはい、いやー、もう全部金玉が、最近無料からね、結構ダイヤ出てたけどな。サンティエゴやったっけ、これ。ごめんなさい。全然適当なこと言ってた。それじゃあね、ユーザー情報、購入履歴、無料配布分20個ね、なんと貯めました。はい。実はその、はい、こんなパーティーを組んでまして、今、そのね、ちょダイヤいたらいいよねっていう感じなんですよね、ほんまに。それでチャレンジクエスト15クリアしたいんで、ダイヤ狙って引いていきたいと思います。石使って気合い込めていこうか。はい、さあ来いよダイヤ。よっしゃ来た。いやドゥバル、ごめんなさい、名前覚えてなかった、ごめんなさい。ドゥバルさん、攻撃、体力、ドラゴンね。しかも、冬持ってるやん。しかも、無効貫通。あ、これはね、もう冬持ちということは。でもね、あれか。あ、でも自分と体力とドラゴンタイプの攻撃力が2倍。あ、これはいいね、いいね。いいね。よし。それでは、柴犬丸では、ラストいきたいと思います。じゃ、なんたって勇者、柴犬丸やからね、ほんま。柴犬の中の勇者よ。じゃあな。当然神技流の勇者も入るよ。あ、ポロね、ありがとうございます。ポロね、洗剤の付け替えがちょっと面倒なんで、これはちょっとありかな。はい、それでは結果をお見せしましょうか。柴犬丸のね、一旦、はい、こんな感じですね。サンティエゴじゃなくて、あ、リセイラ、ランペイド、リセイラ、ドゥバル、ポロネでした。もうダイヤがね、渋かったな。ちょっと交換準備でいきましょうか。お、ダイヤ交換できるやん。ダイヤとアリナ交換できるし。あー、でもガルフはできんのか。ちょっと玉見よう。ちょっときついな。ちょっともうね、クエスト15クリアす。いや、でもダイヤがないとクリアできんな。はい、じゃあとりあえず柴犬丸は一旦終わりで、次は長老にバトンタッチします。はい、こちらこ
こちら長老のお時間です。はい、無課金闇属性縛り。ね、ゲーミルさんのもうまとめではガルフというのがどうだよ。闇属性強いらしい。それでリズレットも闇属性に分岐するということで、はい、そちらを狙って引いていきたいと思います。それでも個人的に最近胸熱なもう漫画僕なんですけど、領域展開。恥ずかしい。もっとええ声出ればな。はい、あ、実はちょっとね、このちょうどすぐ撮ろうと思ったら、クリア報酬全部ゲットできてなくて、はい、撮りました。はい、ジンギリの物語ガチャ回そう、回しょうか。領域展開できるようなやつはな、回しょうなんか言わへんのよ。闇じゃないね、しかも武器にならん。あかんな、もうこれ何だったっけ。こんなんですよね、クマ水し。あんなええ声出えへんけどね。なんか陰になってるんでしょ。これが五条先生でしょ。はい。あ、ごめんなさい。なんかもうせっかくの、もうなんかガチャ動画に、いやー、なんか、ちょっとあれやわ。サクサク弾きすぎて、頑張った意味よ、この。労力に対する動画の時間よ。はい。それではね、ユーザーデフォね、例によって、これも、購入履歴、見せましょうか。それでは、無料配分10個ですね。はい。皆さんお見せしましたね。それでは、魔法石10個。狙いはちょっと何だっけ、名前。ガルフか、イズレット、最悪ディーナでも、ディーナじゃん、アリナ、アリナでもいい。さあ。じゃあ行きましょう。領域展開うまく編集できる気がせえへんから練習陣なしで。はい、はい、ダイヤからスタート。ちょっと待てや、あかんな、もうなんかこんなムキムキマッチョマン、マッチョマン。それでは結果見ていきましょうか。はい、全く闇属性のねけどもないね。はい、ちょっと交換状見ていきましょうか。え、めっちゃ交換できるやん。どうしたどうしたどうした長老、珍しいな。そんなに長老が交換の玉あること珍しいんだけどな。カルフ交換できるやんけ。しかも闇属性にならないですよね、これ全部。なんかもう、あ、嘘、アキネが闇属性になるんか。あー、ちょっと厳しいな。いやー、これもなんかね、クエストクリアしてあれか、ちょっと工夫するか、パーティー編成。はい。それでは、こちら、ここら辺で、お開きにしたいと思います。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。最近ね、僕、ミラティブってアプリで、ちょっとね、寝転びながら、はい、もう、ゴロゴロしながらランク上げしてますんで、そちらもね、ぜひ、僕のツイッターフォローしてもらって、そっか飛んでいただけると、そういうコミュニティにも貼ったか。はい。そちらからも、ぜひ、いらっしゃってくださると嬉しいです。ただし、時間帯はめちゃくちゃ遅いです。それでは、お相手は、私、ゆうでございました。皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。